じゃあ行きましょう。ここでは第一文型について勉強します。いやいや、第一文型って何なんすかってなるところやねんけども、英語には大きく分けて五文型っていうのがあるんですね。五文型、文の形ですって言ったら文の型、主に SV、第一文型、第二文型、SVC、第三文型、SVO みたいな感じで5つあるということです。で、ここではそのうちの第一文型って一体どんなんやねんっていうのを勉強するんですね。で、第一文型っていうのは SV です。SV でできている文章のこと。いやいや、だからその SV って何なんすかっていうところやねんけども、S は主語です、日本語で言うと。主語。で、V は動詞なんですね。でも大体の文で、誰々が、何々するみたいな感じでできてるじゃないですか。僕は昼飯を食べるみたいなね、そういう僕はっていうその文の主役のことを主語って言います。主人の言葉、主役の言葉なんですね。誰がするか、それが主語です。で、動詞っていうのは何をするかですね。その主語がいて何をするかと、そういうのを動詞っていうんです。そんな主語と動詞だけでできた文章がここで学ぶ第一文型 SV なんです。 OK ですか。ここではこの第一文型だけに絞って勉強します。で、もう早速問題見ようって思うんやけれども、ここにあるのは全部第一文型なんですね。だから、どの辺でこれが第一文型で判断できんねやと、そういうのを意識して勉強するとさらに身につき方が早くなると思います。その前にまず単語見ておきましょうか。Suddenly は突然にっていう意味です。これはもう超大事な単語で絶対覚えておいてくださいね。Suddenly は突然。その次、There is 英語にょごにょ。これ There is 構文って言います。これも超品質なんで絶対覚えてください。どこどこに A があるって訳します。There is a pen on my desk。ね。どこどこに A がある。どこどこに A があると。これは超出てくる構文なんでしっかり覚えておきましょう。では、早速見ていきましょう。カッコに丸1。Birds fly。これの S と V を言って訳せっていうことやねんけど、主語はどれか動詞はどれかって考えるんですね。まず各単語の意味を知っておくのは大事なんですけれども、Birds 鳥ですね。鳥は fly。飛ぶよと。鳥は飛ぶよと。なんで、鳥は飛ぶ。ということで、SV ですね。主語、動詞なんで、こいつが S でこいつが V やっていうふうに分かります。そして、鳥は飛ぶって訳すんですね。OK でしょうか。大事なことは、英語では主語の後に動詞が来るんです。主語の後に動詞が来る。2番でも確認しておきましょう。The window opened suddenly。これはどういう意味かというと、窓は開いた、突然にですね。まず、window は窓。opened。これは過去形なんですね。ED があるから。開いたぜ、suddenly、突然にです。ね。だからこれも主語は、何々は、何々がやから、これが主語ですね。The window が主語やと。まあ、the 抜きでいきましょうか。window が主語やと。で、動詞は、window が何したかというと、開いたんです。で、suddenly は突然にですね。これ、副詞ってやつです。まあ、もし書くのは M ですけど、ここは、まあ、そんな細かい話は置いときましょう。大事なのは、窓が開いたっていう文章なんですね。で、どういうふうに開いたかっていうのが、suddenly、突然に開いたっていうふうに詳しく説明されているけども、S と V だけでできている文章なんで、これはやっぱり第一文型だって判断できるんです。で、ここでも大事なことは、日本語やったら、窓は突然開いたっていうふうに、動詞は最後に来がちなんですね。やけども、英語では必ずじゃないですけどね、もうほとんどの場合、主語動詞の順番です。窓は開いたぜ、突然に。っていう風になるんですね。それを確認しておいてください。3番もそうですね。Nancy speaks very fast。Nancy は、喋るぜ、とても早くなんです。やっぱりこれも、Nancy は主語。Nancy は何するか、話すんですね。very fast、とても早くです。Nancy speaks very fast。Nancy はとても早く、話すよと。これもやっぱり SV の順番だと。そういうのを確認してください。正直こんなね、絶対アメリカ人はこんなん意識してないですかね。これは SVO の第三文型だとか意識してないですけれども、僕たちが勉強する場合、こういう五文型の違いを知っておくと英語の勉強が早くなるって言われてます。なんで、まあ教科書にもあるんでね、覚えとこやというところです。ここで一番大事なことはやっぱりこういう S が来たら V であるっていう、その英語の流れをつかむことなんですね。
これが後々英語の勉強に効いてきます。4番の There are two books on the table みたいな、こういう文章も一応これ構文なんですね。 There is 構文、ほにゃふにゃに A があるっていう構文やけど、一応主語と動詞はあるよと、こうなるんですね。そこにあるぜっていう感じです、ね、これはまあちょっと見抜きにくいかもしれないですけどもね、これも第一文型やっていうのを知っておいてください。 There are two books on the table、 ここではやっぱ SV よりも大事な訳ですね。2冊の本があるぜ、テーブルの上にねと。 on はほにゃほにゃの上です。この訳し方が大事です。本、テーブルの上に2冊の本があるよと。 There is 構文、この訳し方がとても大事です。はい、ということで、ここで第一文型について確認しました。第一文型というのは SV でできた文章なんですね。 S は V するというような訳す文章です。S っていうのは主語、V っていうのは動詞だったんですね。でここで大事なのはこういう SV は第一文型と覚えることよりも、どこが S でどこが V かって見抜いてきっちり日本語で、イメージをつかめるかどうか、その方がはるかに大事です。ではそれを意識してね、無料塾の問題集などで類題見つけてノーヒントでできるようにしっかり練習していきましょう。